長谷千也君、はい。立憲国民新緑風会社民を代表して私、私長谷千也が質問をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。えー、まずはじめに、このですね、多くの葉書キの束をご覧いただきたいと思うんですが、これは山形県内の方だけでございます。973通、千通近い。 一人一人筆跡の違う県内のさまざまな方からいただいています。これは一つのまあいわば団体、山形県市町村職員年金者連盟の皆さんからのまあ悲鳴にも近い切実な声です。年金の問題は本当に深刻で切実です。安心して暮らしていけない悲鳴に近い声が寄せられています。もちろん厚生年金の方もそうですし、支給額の一般的にはさらに低い 国民年金の方はさらに深刻、消費税は上がる、そして税金も上がる、国民健康保険などの負担も多い、このままでは暮らしていけない、こうした庶民の皆さん方の悲鳴に近い声が大臣にも届いているのでしょうか、物事はシンプルに考えるのが一番大事だと私は考えていますが、 20歳から65歳までしっかり働いたなら、老後の心配のない国にする、これは当たり前で、それが国の責任だと考えますが、大臣のお考えはいかがでしょうか。加藤またそうではなくて、失礼しました、またそうではなくて、65歳を超えても生活のために働くような年金制度を現在、制度設計を検討しているのでしょうか、併せて大臣に伺います、お願いします。加藤大臣 あの年金はですね特に老後の生活においては大変大事な収入源であります。したがって、私どもが保険料等をいただきながら、今、運営している年金制度においては、将来においてもしっかりとした支給がなされていく、このことがまず基本であると思います。したがって えー、年金の財政検証等をしながらですね、えー、お約束しているところは少なくとも支給をしていく、えー、これが基本だというふうに思います、でその上で、その何歳まで働くかについては、それはそれぞれの皆方々のご判断がある、もちろん体調の問題もあると思います、まあ、そういった中で、特にまあ人生100年と言われる時代の中において、あるいは高齢者においても、大変まだまだ元気で働きたいという希望が高い状況の中においては、 それが実現できる雇用環境を作っていく、またそれに応じた年金の制度体系を行っていく、そしてそれによって老後の生活の充実も図っていく、まあ、そういった体制を作っていくということが私たちは大事だというふうに思っておりますまあ、そういった意味において、先般も財政の検証結果もお示しをさせていただくと、同時に公的年金制度についてのふ普段の見直しを図っていく必要があるということで、現在も今、議論をさせていただいている、こういう状況であります。 大臣のお答えにありました、まあの、65歳を超えても、自らの人生を豊かにするために働き続ける、そういう希望を持って働く人が働きやすい社会にしていく、そのことはいいと思うんですが、そうではなくて、生活をするためには、高齢になっても働き続けなければならない、やむをえず働く、理想としてそういう国であっていいのか。 どう考えていくのか、その点をもう一度お伺いいいしたいと思います加藤大臣。あのそ,れそ,れそれぞれあのいろんなお考えがあるんで,です、ね、いくつまで、ただそれ、あと同時にどういう生活を送っていきたいかっていう、これまた人それぞれでありますから、それはそれぞれ皆さん方が生活設計をされる、そのときに必要な部分として、年金は非常に大事ですから、これはこう,こういう形でわれわれも運用していきますよ。そそししてて、まあ、れプラスアルファとして選択的に 選べる範囲、これをいろいろと用意をしてです、ね、それぞれ皆さんが選んでいただける、まあ、こういう環境をつくっていくことが、私どもは大事だというふうに思います。あの今、最初の委員のご指摘のように、まあ、20歳から65歳まで働けば、そこから先は絶対大丈夫だ、これは正直言って、今の仕組みの中で,です、ね、それを実現する状況には、そういうことを前提にはしていない、えー、お約束していることはこういうことであって、これをしっかりと履行していく、これが基本だというふうに思います。 加也君ぜひですね、生活していくためには、死ぬまで働き続けなければならない国、日本にだけはしないように、えー、年金の制度設計をお願いしたいと思います。でより具体的にです、ね、この少ない年金からの税金や保険料の転引きの問題を伺います。低い年金かかららさらに介護保険健康保険険健康が引かれて その保険料の金額も上がっている、減、ま、免、あ、もないわけではありませんが、資料1ページにあるように、介護保険や健康保険、住民税が天引になるのは、なんと年間18万円以上、つまり月に直すと、1万5万五千円以上年金を受け取る場合は、すべて天引でまあ強制的にですね半ば取られていると。基準となる金額があまりにも低すぎませんか。少なくとも 生活できる最低限の年金しか収入がない高齢者にもっと配慮すべきではないでしょうか、大臣、いかがでしょうか加藤大臣今、具体的な数字のところ、ちょっと私も手元にないんで、あのそ,その数字がについてはちょっとコメントを差し控えさせていただきたいと思いますが、ただあの。<coughs> 介護保険料について申し上げれば、非課税世帯について、平成27年の消費税引き上げ時に軽減措置を強化して、また今,今般の引き上げにあたっても増収分を活用して、さらに軽減措置の拡充を図る。 あるいは国民健康保険制度や後期高齢者医療制度においても、定職者の方々の保険料軽減措置を講じておりまして、平成26年に対象を拡大をしていく、等の措置を講じているところでございます。あの従って、そうした対応をしながら、さらには今回、月最大5000円の年金生活者支援給付金の創設、また重複をいたしますけれども、この介護保険料の負担軽減、 まあこういった措置をすることによって、低所得者の方に対しても、年金制度のみなら社会保障全体の中で,で、十分配慮をさせていただいているという、こういう状況であります芳賀道也君。年金、まあ、長年年金をかけて年金をもらうよりです、ね、今、生活保護をもらったがまが手取り額が大きい。 えそういう状況も今、現れております。これは全くおかしい、少なくとも長年年金をかけたら、生活できる最低の手取り額が保障される、そうした年金制度であるべきだと思います。まあ、少なくとも最低限、最低限の額が保障されるような年金制度を将来は導入すべきだと思いますが、ああいかがでしょうか。加藤大臣 あのまずあの生活保護と特に基礎年金とのあるいは国民年金との関係についてはあの生活保護は年金を含めた収入や資産働く能力などまあ,あらゆるものを活用した上でもなお生活に困窮する者を対象にまさに最低限の生活を保障する上でのまあ最後のセーフティーネットであります。他方でこう老,老齢基礎年金は 現時代に構築した生活基盤や貯蓄などと合わせて老後に一定の水準を生活を可能にするということで設計をされております。したがって収入や資産にかかわらず 保険料の納付実績に応じた給付がいわば権利として保障されている、まあ、それぞれまあ役割がまあ違っているところでありますで今あの最低保障年金の話これまでも年金の議論でいろいろ議論がなされたところでありますあのただこれを実施していく今でもご承知のように基礎年金には半分税金が投入されているわけでありますけれどもそれ以上に多額の財源が必要になっていくということをどう考えるのかあるいは まあどうやって導入するかにもよりますけれども、それまでこつこつと保険料を払ってきた方と、払ってない方をどう扱っていくのか、こういった課題があ,ったというあるというふうに私どもは承知をしておりまして、今の段階で、そうした最低保障年金制度を導入するという考え方は持っていないところであります羽賀道也君。えー やはり現場の声をぜひね届けていきたいとは思っているんですが、よくこのところ、一般の方からこう言われます、欠陥品ではないかと疑われているような戦闘機を爆買いする、あるいは総理がその訪ねた国に手土産代わりにさまざまに大きなお金を援助する、そういったことを少なくともですね年金に振り分けてほしい、年金や医療に振り分けてほしいと。 いう声をよく聞くんですけれども、大臣も身近な方で個人的にそんなことを言われることがないのか、あるいはそういった声に対しては、どうお感じになっているか、これは感想でも結構ですので、えー、お答えいただけますでしょうか。加藤大臣 まあ、あの防衛の問題と、あるいは外交の問題、これはそれぞれそうした問題に沿って、えー、実施をしているところであります、まあ、もちろん実施の仕方においてさまざまなご議論があって、まあ、それはそれとして議論されるべきだというふうに思いますけれども、あのそっちがあるからこっちという議論ではなくて、ですね我々は基本的にこ,のこうした保険制度をしっかり充実をしていく、それからもう一つは、今の年金制度に至る議論の中においても、 もちろん受け手の問題もありますけれども、保険料の払い手の問題も大変大きかったわけであります。年、え、々、ー、年々、保険料が上がっていく、一体どこまで上がっていくんだろうか、まあ、そういった不安に対処しようということで、平成16年に今の仕組みを投入したということでありますので、まあ、いずれにしても、あの年金の問題のみならず医療健康、医療保険、あるいは介護保険についても、今、委員からご指摘がありました。 これももちろん、高齢化がしていく中で、費用が増えていく、結果として保険料が上がっていく、それがそれぞれ皆さん方の顕引きを増やしていく、こういう関係になることは、我々も十分認識をしております。したがって、そうした状況の中で、どう皆さん方が納得できる負担の関係にしていくのか。 あるいはそれぞれのサービス内容を普段に見直しながら、より効率的な形にしていくのか、こういった努力をしっかりとしていくことが大事だというふうに思っております羽賀道也君、はいえー。ぜひ命を守ることは一番大事だというところは、共通認識だと思いますので、えー、国民のために頑張ってください。えー、ちょっとと時間ががないいいいののので次の質問ににきまますすより具体的にです、ね、現場からの声を拾いたいと思いますが 介護報酬について、介護事業者が利用者の介護・リハビリを手厚く行うことで、仮に要介護度、まあ、リハビリがうまくいって進まなかった、あるいは改善したとしてもです、ね、介護事業者にはインセンティブが働かず、まあ、業者にとって得することが何もないと、むしろ基準以上に配置して、手厚く介護しても介護報酬が ままあまあ増えないということで、減収になってしまう、そしてこのために介護士を基準以上に配置して、手厚く介護する事業所が経営難になり、何もしない介護事業者の経営の方が経営的にはよくなってしまう、もっと分かりやすく言うと、リハビリをサボり、最低限の人数でそのまま放置して、介護がどんどん上がっていく、上がっていった方が事業所にとっては収入になる、このような仕組みは全くおかしいと。 思いますまた、それ以上に人員配置基準を満たしていないような介護施設の事業者が、監査のときだけ職員が十分にいるように見せかけて、監査をうまくくぐり抜けている例もあると、地元などでも聞きます。手厚い介護を行えば、手厚い介護を行えば必ず人件費がかかることを考え、質の良い介護を行う介護事業者に、まあ、インセンティブを与える仕組みが必要だと考えます。確かに現状でも 資料4ページにあるように、通所介護事業所で日常生活動作が一定以上改善した場合、その維持加算として、毎月30円の加算があるということですが、これではあまりにも少ないと思います。また、介護事業所で介護や看護を手厚くした場合には、一定の加算がありますが、これも加算が極めて少ない、手厚い介護を行う介護事業者の インセンティブをもっと増やす必要があると考えますまた小規模で手厚い介護を行っているような介護事業所にも配慮すべきだと思いますが大臣のお考えはいかがでしょうか加藤大臣 あの介護において事実支援あるいは柔道化防止これは本当に大事なことでむしろそこが主,主になってもいいんだろうと私は思いますでそういった意味において今ご資料でお示しをしていただいたこの内容についてもこれは平成30年度の診療報酬改定で、まあ、導入をさせていただいたいわ、まあ、ばこういったところを評価するというのは初めての試みでありました。まあ、従ってまだこう ドンというよりはです、ね、今回やってみてそれがどういう効果があるのかということをしっかりと検証しまたそれを次期の報酬改定につながりながらあるいは今回の対象以外においてもどういうやり方をしたらどういう改善が進むのかそういった エビデンススベースで,です、ね、よく抑えながらこれは進めていく必要があると思いますしまたここをしっかり評価していくということがです、ね、介護現場で働く人たちのやりきやりがいに私はつながっていくまさにもちろん日々のいろんなケアも必要ですけれどもそうしたケアを通じてそこに入所されている人の介,介護とか改善していくんだ。 いうことは大変な、私はプラスになっていくことにもつながるんではないかというふうに思います。それが最後におっしゃられたその、満たしてないんだけど、監査のときだけって、これはもう論外であります、こうしたことに対しては、徹底的な厳正な対応を取っていかなければいけないというふうに思っております羽賀道也君、えー。質の良い介護、それに、まあ、の見合うサポートを国もさらに拡充していくということでよろしいんでしょうか。 加藤大臣あの先ほど申し上げましたように、今回の効果というもの、あるいは影響をしっかり検証しながら、またこうした分野についてもいろいろ研究をしながら、どういった対応をすることが、自立支援や重度化防止により効果があるのか、そしてそれがそれぞれの事業所において展開していただける、そういった報酬体系であり、そうした介護保険制度であるように努めていきたいと思います。 はい、羽賀千秋君、ぜひ質のいい介護を進めるためにもさらなる努力をお願いします。え次にですね、看護師と保育について伺います。これも具体的な要望の中からなんですが、保育施設において看護師を複数雇うことができても資料七ページにあるように保育所の公費を算定する際に看護師一人だけ 保育士として算定できても二人目以上は保育士とみなして算定できないということになっています。まあ、しかしながら病児保育でない一般の保育所であっても保育施設に医療の通じ医療に通じている看護師は貴重な存在。えー、これはですね夜勤はとてもできないけれど保育所なら日中の勤務などでということでまあ看護師を確保することも難しいんですけれども山形などではたまたま 2人、3人とです、ね、看護師が配置することが可能だと、そのことがカウントされないということで、なんとかそれをです、ね、2人以上いても公費算定ができるようにすべきだと考えますけれども、厚生労働省の見解はいかがでしょうか渡辺局長。 ご指摘のまず保育所における保育というのは保育士の専門性ということをベースに行われるということだと思っておりますただご指摘の看護師の見なし措置につきましてはこれは乳児を多く入れる保育所におきまして乳児というのは非常に抵抗力が弱くて生命の保持等に配慮した保育が必要であるということで例外的にこういうことに対応できる看護師を保育士とみなすということであくまでも例外措置でございますので の 看護師の数が増えて、それをどんどんこう保育士に見出していくということになると、まあそもそもあの保育所における保育の専門性という観点から、まあこれはなかなか難しいと思います。ただ他方で、あの厚生労働省といたしましても、あの保育所が医療的ケア児を受け入れるなど、まあこういった場合にあの看護師の配置等を行った、えー、事業、あの、えー、保育所に対しての支援をあのモデル的にあの支援するというようなあの事業も行っておりますので、まあそういった意味では保育所における今のような まあ、医療的ケア児への対応などの、えー、看護師との活用の支援にはあの努めて、えー、いるところでございます萩也君、えー、現実にあの、一般の保育所、ここであの2人以上、介護士さんがいらっしゃる方がいるわけですから、ぜひ何らかのです、ね、前向きに運用の改善であるとか、通知とかでも可能であれば、この算定前向きに取り組んでいただきたいと思います。お願いいいたします続いて 憲法組合の解散についいて伺います健康保険組合は現役の世代だけでなく、高齢者の医療保険も支えております。でこの組合が、前期高齢者納付金と後期高齢者支援金という負担が重いため、山形県でも全国に誇る優良企業の憲法組合もすでに解散しています。こうして組合が解散すると、協会憲法に移行するほかなく、この協会憲法は、 国費投入が必要です。そして維持できていることを考えると、企業の憲法組合の解散は、かえって国費投入を増やすことにつながり、全体に悪影響をもたらすと言えます。確かに高齢化社会にあって、増えざるを得ない医療費は誰かが払うしかないのですけれども、健康保険組合に前期高齢者納付金、後期高齢者支援金の重い負担を任せ続けることは、これ以上無理なのではないでしょうか。 こうした負担を減らして、保険組合の解散を抑える、または企業の健保組合を支援することについて、厚生労働大臣の意見をお聞かせください加藤大臣あの健康保険組合、いわゆる健保組合は、労使協調の枠組みの中で、保険料率の設定や付加給付を実施するなど、まさに自主自立の 運営を行ってていいただいております、まあ、最近では、事業主と連携した保険事業を、まあ、実施するなどはです、ね、保険医療、公的医療保険制度の重要な担い手としてだけではなくて、まあ、それぞれの地域において独自の展開をしていただいているという,う貴重な存在だというふうに認識をしております。ただご指摘のあの憲法組合の財政状況 これはの急速な高齢化、医療の高度化等により、まあ、これは医療保険全体でもありますけれども、医療費が増加をしております、そして保険料負担が増加をしている、また、拠出金負担も高齢化等の負担、進展に加えて、負担能力に応じた負担とする観点から、まあ、制度見直しを行った結果、まあ、特に憲法組合の拠出金負担が増加しているということは、私どもも認識をしているところであります。まあ、そうした中で えー、健康保険組合の安定的な運営を堅持していくということは非常に大事であります。えー、高齢者医療の拠出金負担に対する軽減措置、あるいは財政が悪化した保険・憲法組合に対する医療給付費の一部を補助する、これは昔からの支援ありますが、それに加えて今年度から、まあ、現在のままでは解散を選択する外線性の高い憲法組合に対し、保険者機能を強化を図る観点から、 保険事業の実施に係る経費の助成と補助まあなどを行っているところでありますあのやはり国民介保険をするためにはまさに支え合いの仕組みでありますからもちろん支えられる側の事情ということも十分考えていく必要がありますが支える側についても特に納得感を持っていただくことが重要だというふうに思いますまあ、そういった意味においてまあ、先ほど申し上げましたけれども医療の効率化とか負担の公平化とかそういったことは国民議論のもとをしっかり検討し、えー 必要な対応があれば、そのした対応を取っていく必要があるというふうに考えております羽君さらに今日のニュースにもなっておりますけれども、病院などの窓口負担、75歳は、5歳以上は2割に引き上げを検討、政府というふうに報じられていますが、このニュースにも、日本医師会はある程度収入がある人には、負担をお願いしてもいいと言っていると報じられておりますが、この、 ある程度というところは非常に問題だと思うんですね。えー、現在、いろんな形でえ年金の低い人からもさまざまなものが引かれている、えー、もし2割になったら、これは2割というと、1割から2割というと、実際には払う側から言えば倍になるということですから、この検討の中で、この2割負担になる人のまあ線引きといいましょうか、それが具体的に検討されているのであれば、教えていただけますでしょうか。 加藤大臣あの、えー、っと新経済財政再生計画の改革工程表2018において、世代外の公平性や制度の持続性確保の観点から後期高齢者の窓口負担のあり方について、段階世代が後期高齢者入りするまでに、早期に改革が具体化されるよう、関係審議会等において検討するとされているところでございます。まあ、さらに今年の骨太方針等においてもですね、 えー、においても、えー、年金失礼、えー、と医療等のその他の分野については基盤強化期間内から改革を順次実行に移せるように2020年度の 新経済財政運営と改革の基本方針、まあ、いわゆる骨太方針2020 20において、給付と負担のあり方を含め、社会保障の総合的かつ重点的に取り組むべき政策を取りまとめるとさせていただいているところで、まあ、今、それに沿って議論はさせていただいているところでございます。で、今、お話がありました、あの基本的には負担の公平ということから、いろいろ議論していく必要があると思います。したががっってて年齢がこうだからとといい一律に規定するというのは 必ずしもそぐわないんではないいではかと、まあ、し、かし高齢化を進む中で,です、ね、えー、所得というのはそう伸びるわけではない、むしろ統計的に見れば、高齢化していけばいくほど所得水準は下がってきている、まあ、一方で医療費や介護費の負担は増えてきている、そうした状況等も総合的に判断しながらです、ね、これは議論していくべき話だというふうに思います。いずれにしても年年やのの日本の社会を据えた 見据えた医療のあるべき姿、そしてその中において給付と負担のあり方はどうあるべきなのか、まあ、こういったことをしっかりと議論していく必要があるというふうに思っております羽賀道也君。もうあの高齢者の負担は限界に来てると言ってもいい、悲鳴も上がってます、まあ、年収1000万、2000万あるような人ならばいいでしょうけれども、ぜひこの声をしっかりとお受け止めてです、ね、75歳以上、 ごく一般の、ごく普通の方が、さらに倍、医療費を負担するようなことがないよう、お願いをいたします。ちょっと順番、質問の順番が前後しましたけれども、家族介護への現金給付について伺います。資料8ページにあるように、介護離職が高止まっています。で、厚生,大臣厚生労働大臣の先日,先日の大臣所信でも、介護離職対策に触れられておりましたけれども、介護保険導入時、 参考にしたドイツの制度では、家族の介護にも現金給付を行い、例えばサービスを受ける場合、30万円のサービスが受けられるサービスを、家族、権利をお持ちの方、必要な方が家族で介護をしたら、その半額の15万円を家族に給付する、そういったことがドイツで行われて、非常にうまくいっているというふうに聞いているんですが、介護離職対策のためにどんな対応をしていらっしゃるのか、それも含めて、この 家族介護へのドイツのような、日本の介護保険が本来モデルにした、ドイツのような方式を取れないのか、お伺いしたいと思います大島あど、はい、大島老健局長、はいあの。家族介護に対して現金給付するかどうかというのは、実は制度創設時に本当に大きな議論ございまして、えー、両方あのご意見分かれました、えー、家族への支援になるという意見がある一方で、あの当時ありましたのは、えー 介護を家族が担うことを固定してしまうと、まあ、特にその家族の中で女性が介護になっている場面が多くございまして、女性の家族介護を縛るんじゃないかという議論が相当ございました、それからサービスがまだ当時育っていないということもありまして、サービス拡充を十分やることの妨げになるのではないか、それから費用の問題といった議論がありまして、導入が見送られましたで、その後もこれに関しましては、たびたび審議会におきまして議論となっておりまして、 平成28年の時もそれにつきまして議論がありました。ただま、その時もほぼあの意見が同様に分かれておりまして、家族を評価する仕組みであるという。 声がある一方、家族介護の固定化になり介護の社会化に反するんじゃないかといった意見がありまして、まその否定的な意見の方が多かったところであり、現金給付については見送られたところでございます。ま確かにドイツではあの家族介護家族を介護に縛り付けるという議論はなく、割とスムーズに家族にあの現金を給付する仕組みがあの導入運用されているとは聞いておりますが、ま日本とおそらくそういう社会的背景 も違うところもあるかともございますまあ、引き続き審議会等の中でこういった議論は継続してまいりたいと思っておりますがあの慎重に議論を進めてまいりたいと考えておりますそれから仕事と家族介護が両立できるような環境の整備これはあの日本一億総活躍パーに基づきまして対応を進めております2020年代初頭までに約50万人分の介護の受け皿整備を新たに行うことですとか相談支援の強化などによりまして介護 ゼロに向けてて取り組みを進めております、まあ、その際には、人材の育成確保も重要でありますので、処遇改善や就業促進、それから職場環境の改善え等の取り組みも総合的に進めております。また、働く方が離職せずに仕事と介護を両立できるよう、育児・介護休業法に基づきますえ介護休業等の周知の徹底などについても取り組んでいるところでございます。 上千君、はいえー、家族を介護に縛りつけるということもあったということですが、えー、かつてはその夫婦であることが前提だったというような気がするんですが、今、未婚化社会で,です、ね、介護する側も男性1人であったり、女性1人であったり、非常にシングルという問題もありますし、まあ、個人が選択する自由を奪わなくてもいいのではないかなということも思いますので、えー、ドイツでうまくいっているのであれば、そのことも選択肢の一つとして、 家族が選択できるそういった選択肢の一つとしてえさらに検討を進めていただきたいと思いますどうぞよろしくお願いしますえ変わってですね今度はあのタバコの問題を伺いたいと思うんですが私この夏国会議員に初めてなりまして衆議院本会議の前を通って愕然といたしました密閉化されていないタバコを吸える場所が堂々とあるんでありますね あららとかつてえ自らが屋内はすべて禁煙とする、しかも罰則付きとするという条約を賛成しておきながら、これでいいのか、ああ、だから参議院は良識の府と言われるのだなというふうに思いましたけれども、のこの児童喫煙防止を率先して行う、ここがですねそういった状況でいいのか。 これをちょっと所管する大臣として、お伺いしたいと思います、お願いいたします加藤大臣あの。私どもとしては、あの改正健あの、健康増進法を所管をしております、でこれはの改正をさせていただいた法,あの法案を国会で議可決、成立をしていただいて、いよいよ来年の4月1日から成功されるわけでありまして。 多数の方が利用する施設については原則屋内禁煙としつつ、喫煙専用室でのみ喫煙できることをまあ原則としております。で、国や地方自治体の行政機関については、これはあの国民や住民の健康を守る観点から、受動喫煙対策を総合的かつ効果的に推進する、まあ、そういう立場であるということ、また、受動喫煙により健康を損なう恐れが高い方が、まあ そうした国民や住民が利用する機会が多いということで、第1種施設として対策をより一層高めた敷地内の禁煙としているわけでありますが、この立法機関については、こうした第1種施設の考え方に必ずしも該当しないことから、第2種施設として原則屋内禁煙、喫煙専用室でのみ喫煙できる取り扱いとし、それ以上の取り扱いについては、 機関でで判断いいただくととうことであります、まあ、現在、まだ施行前でありますから、それについてもそれぞれ衆議院において、ご判断をいただくべきことなんだろうと思いま羽賀道也君。資料の11ページにもあるようにです、ね、当初の塩崎案では国会内も全面禁煙だったところが、現行の健康増進法では、国会の建物内に喫煙場所を作れるようにトーンダウンしてしまったとあるんですが、 この経緯もお聞かせいただけませんでしょうか <laughs> 宮崎健康局長。お答え申し上げます。 あの先ほど大臣からも少しあの触れられておりますが、国やあの地方自治体の行政機関につきましては、国民や住民の健康を守る観点から、児童喫煙対策を総合的かつ効果的に推進する責務があるということ、それから児童喫煙により健康を損なう恐れが高いものを含め、広く国民やお及び住民が利用する機会が多いことから、第一種施設として対策をより質を高めた敷地内禁煙としているところでございます。 あの一方、えー、そのまあ経緯の中でですが、立法機関をはじめ、司法機関、独立行政法人など、行政機関以外にも公的性格,性格を持つ機関もございますが、これらの機関については、えー、先ほど申し上げましたような第1種施設の考え方に必ずしも該当しないということから、改正法では第2種施設として、えー、し第2種施設とされたところでございます羽賀道也君。 国会だけがこのような状況では、国民に笑われると私は思います。ぜひ、えー、もっと頑張れ衆議院も含めて、えー、初会の大臣、ぜひよろしくお願いをいたします。最後の質問です。えー、あの喫煙所が全国各地に設けられています。私どもの山形県などでも、市役所にも喫煙所がありますが、喫煙所のほかにも、おいわゆる敷地内にベンチがあり、そのベンチの90%以上にですね、 2つベンチが並んでいると、必ず間にいまだに灰皿があるという状況ですし、条約とか諸外国では、児童喫煙を防ぐために、この先に喫煙所があると、きっちりと、ある国にはドクロマークを使って、喫煙所があることを通告をし、そのために児童喫煙が防げるようにしていると聞いていますが、国はこういったことに対して、通知であるとか、 対策ということも含めて、おやりになっているのか、お聞かせください、はい、宮崎健康局長。 お答え申し上げます、えー、先ほど申し上げさせていただきました、まず第一種施設につきましては、えー、敷地内禁煙であるものの、その屋外の一部について喫煙が可能な特定屋外喫煙場所という類型を法律上設け、でその場合にはあの標識の表示を義務づけてございます。この標識につきましては、地方公共団体に標識例を通知してございますとともに、えー、特設サイトからでもダウンロード可能としているところでございます。 またあの第2種施設につきましては、屋外の喫煙場所の表示、標識の掲示の義務はないんですけれども、望まない児童喫煙をなくす観点からは、先ほど申し上げた特定屋外喫煙場所の標識を活用できる旨、自治体の担当者会議の場で説明、周知を行ったところでございます君特に児童喫煙を防ぐための喫煙所の通知については、 まあ私正直とは見たことありませんぜひしっかりと通知をし直すなどして児動喫煙防止のために取り組んでいただきたいと思います、えー、今日はありがとうございました、はい、またあの時間がなくてですねえ通告しておりました質問でできなかった準備をしていただいて皆さん本当に申し訳ございませんお会い申し上げます